味方、ゲートウェイの確保ありがとう。ジャンにことづても頼めたし、とっても花丸。あの俺っ子、ちゃんとお使いできるといいけど。ウィダはダメでしたからね。トリニティの子たちは個性的ですものね。あの4人はEクロスPの取得量がとても少ない。もしかしたらみんなが変に感じるのはそれが原因かもしれない。単純に元の人格の問題じゃない。ところでエノは本当に関所に造影が来ると考えてますの？わからない。でもありえないことじゃないと思う。あの先ほどは休ませてもらったから、次は私が行ってもいいですか？いいけど一つ条件、もし造影が現れてそのまま戦いになりそうになったら一度撤退してきて。危険だからですか？レーベンが心配だからですわ。拒絶反応だけじゃなくて、ロゴスの時みたいにもしも戦いの中でためらうことがあれば命に関わる問題になってしまいますわ。心配をおかけします。いや、私がゾウエイと直接戦いたいだけだから。まったりじっくり。EクロスPが増えるにつれ昔のことが鮮明になっていくんだよね。私もそうですね。ユリとの記憶がだんだんと鮮明になります。私も妹、夜のことをよく思い出す。あの子と見た映画のことも、姉妹で映画の趣味が似ていたから。映画の趣味が似ていた？あれ、前は逆のこと言ってませんでした？そう、そんな昔のことは忘れた。最近のことですけどね。そういえば美琴さん少し変わりましたよね。え、お化粧変えたの分かったの？いや、お化粧する必要ないでしょ、この体。そういうふざけた言動とかは変わってないんですが、どことは言えないんですが、なんとなく今までと違ってる気がして。私は何も変わってないから、レーベンの見る目が変わったんじゃない？例えば私のかっこよさにときめきすぎちゃったとか。気のせいか。不思議ですよね。何がかしら？アミさんってミコトさんのこと好きじゃないですか。やっぱり分かっちゃうもの？あ、そういうのいいんで。あらら、お二人とも全然性格違うじゃないですか。それなのに今みたいな関係に慣れてるのが不思議だなって。確かに出会ってすぐの頃はたくさん喧嘩しましたわ。でも助けられたり支えてもらっているうちにどんどんと好感が湧いていって、レーベンもそのうち分かりますわよ、ミコトのいいところ。別にミコトさんに悪い印象はないですよ。あらあら、でもミコトの隣は私の特等席、譲りませんわよ。そこまでは求めてません。ゾウエイはどうしてトリニティたちを使ってるんだろうね。簡単なこと、みんなが優秀だからだよ。本当のことだよ。 EVE は対機械戦闘においてアドバンテージがあるの。ジンキもケルビムも人間性の高いものに対して強く出られないから。どうして？ロボット三原則、
第一条、ロボットは人間に危害を与えてはならない。その原則を実現するための技術、反逆抑制機構がエデンの全ての存在に組み込まれているの。その機構の力で機械が人間性の高いものを攻撃しようとすると損傷を受けるの。 EVE は本物の人間ではないけど限りなく人間に近い存在だから恩恵を受けてる。なるほど、機械にとっては人間が天敵なんだ。その言い方は正しくないよ。私たちにとって人間は神様だから。ネットワーク接続、お帰りなさい。奇妙な空間、カメラ越しに見るのと実際に感じるのとで違いますね。それでその第七神器造影はここにいそうなの？今は感知できない。ならいるとしても奥の方かしら。進みましょう。いてもいなくても向かう先は変わりません。行ってらっしゃい、レーベン。行ってらっしゃい。気をつけてね。行ってきます。なんだか最近ミコトさんの声を聞くと不思議と違和感があるんですよね。ぐるっと来るような。もしかして恋の途中に？まさかレーベンが恋敵になるなんて。セキュリティシステムの稼働を確認。注意して。攻撃のチャンス。ボラッサ！ザ・コメディア！よし、落ちなければ安全。よしじゃないですよ。安全性への、よしじゃないですよ。安全性への配慮はなさすぎですから。設計した機械どうかしてますよ。
戦完了。あなた、トリニティの一人でしたっけ？私はハイム。ゾーエは、ジャンに言づてをお願いしたはずだけど。第三人気のウェイを援護してる。第四人気アントロポスの攻撃が始まったから。アントロポスが…わざとらしい。第八人気、あなた第四人気と組んでゾーエ様をここに足止めしようとしてたんでしょ？違う、それは誤解。アントロポスとはずっとコンタクトが取れていない。どうだか、対話の余地なしってこと？無理、嘘つきは許さないんだから。嘘じゃなくて誤解だって言ってるじゃないですか。そう、でも私他人を信じられないの。今までたくさん嘘をつかれてきたから。それは、あ、まあ災難ですね。嬉しい、私を気にかけてくれて。もっと私の話聞いてくれない？少しだけなら。私、初等部の頃からずっといじめられてて、
スマートフォンとかストラップとかいつも誰かに壊されたり盗まれたり捨てられたりしてたの。クラスの誰も犯人を見てなくて、ママにもパパにもこんなこと言えなくて、親友だったユーリちゃんだけに相談してみっともなく泣いて励ましてもらってたんだけど、聞いちゃったんだ放課後の廊下で。今日室に残ってたユーリちゃんとクラスの子が私をバカにしてるのを、私をいじめてたのユーリちゃんだったの。待ってストップ、落ち着いて。情報の洪水で理解が追いつかない。はあ、私もともとは右目の視力がほぼなかったの。チュートオフの時ユーリちゃんに冷却スプレーを吹きつけられて、でもうそれ以来視力のない方の瞳で空を見上げると真っ白の大きな扉が見えたの。扉からはたくさんの霊が行き来していてね、彼らとのコンタクトを深める中で気づいたの。もともとの自分、この世の真理、私は吸血鬼の。さては会話ができない人ですね。というわけで私、嘘つきが大嫌いなの。そうですか、わかりました。では戦いましょう。あなた話聞いてなかったでしょ。耳に入れてましたよ。だったらどうしてそんな平然でいられるの。私の話を聞いて何も思わなかったの。かわいそうって、もっと同情してよ。面倒。よしよし、かわいそうだね。機械が私を暴れるな。この人怖い。嘘つきには死ぬ。私の記憶なら正当防衛に近い流れだったと思うんですけどね。殺してやる、殺してやる、殺してやる。私を傷つけたやつみんな絶対殺してやる。ええのは念のために聞くけど、この人も見逃すんだよね。見逃してあげて、人間になれる可能性のある大切な EVE の一人だから。お前ら絶対殺してやるから。人間になるより妖怪になる方が早そうな女だったね。
胃の一番にイークロスピーを集めきってほしいですね。お願いだから早く人間らしくなって。これで残すところは中枢だけ。あの人の相手で疲れたからビダじゃないけど、帰ったらすぐに寝たい気分。ヘイベ、とってもお疲れ様。イークロスピー拡張時のフラッシュバック。カゴメカゴメ、カゴの中の鳥はいついつでやる。ユリ、あなた何なの？わかってるくせに。ここにお姉ちゃんがいるんだね。ユリ、早く起きて。一緒に生きて。リリーが選ぶのはお姉ちゃんだけだからね。ロープです。嘘、そのまま安静にして。人格データが揺らいでる。あのフラッシュバックみたいな、でももっとリアルな幻が見えて。でもあれ本当に幻、生きてるみたいな。エヌは何が起こってるの？拒絶反応が出てる。アミの初期症状とそっくり。指数関数的に深刻化していくと予想される。いつまで持ちそう？擬態を使うのは数回が限界。イークロスピーの取得は控えた方がいい。そんな、ごめんなさい。これで選ばれし者とか、クソったね。いいから、今は私に任せて休んで。解析。どうしたの急に。私が戦えていればレーベンの負担も減っていたかもしれませんのに。それに私が戦えないせいでまた巫女一人に負担を押し付けてしまう。いろいろ情けなくて。自意識過剰。アミのせいじゃないし、大地、私たち家族でしょ。だったら支え合わなきゃ嘘じゃない。ありがとう。ところで、巫女と
少し雰囲気が変わりましたわね。そう。ごめんね、エノア。期待に応えられなくて。こっちこそ、ごめんね。何が？選ばれし者が本物の人間になるかもしれない。そういう私の勝手な期待がレーベンを傷つけたから。そうだね。私なんて期待されるべきじゃない。クソな存在だし。違うよ、レーベンは特別な存在。どこが期待に応えられないのに。あなたが選ばれし者であることは間違いない。本物の人間になるという意味じゃなかったとしても、エデンにとってとびきり重要で大切な役割があるはず。そもそも本物の人間になれないと決まったわけじゃないよ。技術的には拒絶反応は抑えられるはずだから。本当？イークロスピーのシステムは第四人機アントロポスの設計。彼とコンタクトを取ることができればまず間違いなく。よかった。それとね、レーベン、あなたは私の大切な EVE。 エデンに認められなくても私にとっては愛すべき人間。人間であるあなたはそれだけで花丸な存在だから。ありがとう。でも優しいエノアこそ花丸。レーベンの方が優しくて花丸な存在だよ。私みたいな機械にもいろいろ気を配ってくれるし、機械だからかもしれないけど。エノアだからだよ。え？ゾーエは今第三人機ノエインのところにいるんでしょ。中枢にいないかもしれないけど、どうする？もしもゾーエがいなくても中枢には他の人機に関する情報があるかもしれない。いてもいなくても身入りはあるってことね。そういうこと。起動。